一体どうしたんだ？あれを。そんな。ライモン。え？え？なくなってる。え？え？え？ピッコロが死ぬ時に流れる BGM。ならないって何人かこれ死んでるってねえなるこれ誰なんだあいつらはエイリア学園と戦うための素晴らしい選手ライモン中まで来てくださいウェブログで募集しようさあこれを見てくれなんだこれはダンクーガがここから出てくるんじゃないかおそらくダンクーガ出てくるぞやば。地面が移動してる。あれは。新ライモン中学。いやいや、マジでスパロボじゃん。いや、全然違った。普通の車だ。おい、ちょっと待って。普通の車じゃねえか。おい駐車場止めとけそれぐらい税金どんなにかかってんだ公立中学だろこれふざけんなよ俺こんな施設作るために税金払ってるわけじゃないんだが車やん普通のいくらかかったのこれ100億は下らねえだろあんな地盤がさガッと割れてさワゴン出てきたんだがこれが君たちの稲妻キャラバンだいや校庭に止めとけあれ軌道は行かないのか俺家族いないんだああ軌道家の人間はいつでも旅立つ覚悟ができているなんか言えよなんか言えよしかんとすんなよなんだこいつって顔してた今今風丸今すげえなんだこいつ一緒と思ってたよね軌道固まっちゃってんじゃんもしかしたら冗談だったかもしんないぞ今のなんてな軌道なりの冗談だったかもしれないな風丸が自分から話振っといてスルーしやがった。なるほど。宇宙には人類以外の生命体がいてもおかしくはない。そいつらがなぜかサッカーで戦いを挑んできた。そういうことですね。たとえそうだとしても、なぜサッカーなの？全人類が今疑問に思っています。そうだな。そうか、あれだ。宇宙にもサッカー好きはいるってことだろ！まったく、あなたって人は。